ムラトです。今日はね、久しぶりにね、実写の解説動画をやっていこうかなと思います。今日は、連泊講座です。連泊を、うまくできない人、つなげられるんだけど上手にできないよっていう人と、そもそもつなげられないよっていう、2種類の説明に分けていこうかなと思います。まずはですね、バク転つなげられるんだけど忍者のようにピュン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 ってやっていけないよっていう人のための解説にしたいなと思います。まずですね、基本として、単発バク転をやった時に膝抜けバク転、いわゆる距離が出ないような空回っちゃうバク転をやってしまう人は、当然連泊をやってもそれの連続になってしまうから、上手にはいかないよねっていう話です。で、まず本質となる、ここは絶対やんなきゃいけないっていう核の部分がですね、後ろに膝を押し込めるかどうかっていう問題なんですね。こんな感じで後ろに膝を押し込んで、バク転をする、ジャンプをすると、そうするとまず距離は出ます。あと早くやっていけるかどうかっていう問題なんですけど、これは1回目のバク転が終わった後に、次の、バク転を行くための姿勢ができていれば早く、行うことができるんですね。で、これを今のをまとめるとこの練習になります。この練習をすると結構いいよっていうことですね。これを、肘を曲げてもいいからできた方がいいと思うんですね。これなんでかっていうと、この練習で体を起こすことができると、こういう上半身がちょっと後ろに起きてきますよね。この状態だとほらほら次もうバク転いけそうですよね。ところがこの練習で例えばこう胸がこう前にあると、そうするとどうしなきゃいけないかっていうと、こっから次のバク転に行くのにこう体を、起こす作業を挟まないといけないんですよ。その結果すぐに、2回目3回目のバク転につなげていけないよねっていう、こういうことなんですね。だからこの練習で肘を曲げて腕立てでもいいからしっかり体を起こしてやることで次早くいけるよねっていうことですね。で、さらにこう体を起こしてこれると、さっき、一番最初に膝を後ろに押し込んでこれるかどうかみたいな話をしたんですけど、体を起こしてきたら当然もうこの状態で膝を押し込んだ後の状態を作れるわけですよ。だからこの練習によって2つまとめてですね、その忍者のようなバク転をするための条件が整うっていう、そういうことですね。続いてはですね、そもそも2回目のバク転続けられないよっていう人のための解説にしたいなと思います。理由はね、いくつかあるんですけど、まず1つ目がね、2回目行く時のバク転の感覚を知らない可能性があります。つまりこれどういうことかっていうと、例えば、バク転を単発だけでしかできない人、例えばですよ、こういきます、はい、1、2とかってやりますよね。で、この時点でスタートがここなんですよ。で、2回目のバク転をするときっていうのはバク転で起きてきて手は前にあるわけですね。こういう風にはしないんですよ。つまりこっから始めるバク転の感覚を知らない可能性があるっていうことですね。で、これは、論バク講座でもなぜその論バク続けられないのかっていう、以前その動画を紹介したんですけど、この絵の時の理由と、まあ、全く同じかなっていうふうに思います。つまりですね、例えばバク転の入りがこう田中選手のコナミメソッドの田中雄介選手のお手本のバク転みたいな感じで、こういう感じでバク転をやっている人は2回目3回目ってつなげられる可能性は十分にあります。だからもしできないんだとしたら、ちょっとねバク転をする時のリズムに体が慣れてないかなっていう可能性がありますね。あとは、論バクができるんだけど連バクができないっていう人は、これもね、全然できる可能性は大いにあります。なぜかっていうと、ロンダーとで終わった後のこの姿勢がですね、1回目のバク転終わった後の姿勢とほぼ一緒だからですね。だから、論バクの要領でよいしょってやってやればできる可能性があります。で、もう一つの理由がですね、今ちょっと言ったんですけど、リズムに感覚が慣れていないっていう問題なんですけど、バク転終わった後のわちゃわちゃ感っていうんですか、普通単発するときはこう呼吸を整えてですね、1、2ってやりますよね。これができないわけですね、連泊するときは。もうバク転1回終わったらもう次行かなきゃいけないんですよ。だからこの
バク転、1回目終わった後のわちゃわちゃ感の中で次行かなきゃいけないっていう、ここに慣れていない、これに関してはまあ多分例えばその膝をね後ろに押し込むっていう技術があったとしても、リズムに慣れてなかったらなかなか難しいよねっていうところがあると思うんですよ。だからこの裏には、リズムに合わせられないっていう恐怖心みたいなのも、まあ、隠れてるのかなって思うんですけど、このわちゃわちゃ感に慣れましょうっていうことですね。で、ここまでの話をまとめるとつまりこうです。結局この羽置きからバク転をつなげられるといいよねっていう話です。この羽置きをすることによって前半のわちゃわちゃ感、疑似わちゃわちゃ感を、作れるわけですね。でまあ、このリズムの話は分かったと。ただ、俺はねこの状態からバク転に行けねえんだっていう人がいると思うんですよ。そういう方はですね、あの以前動画で紹介したその論バクつなげるための動画でちょっと説明してるんですけど、後ずさりバク転っていうのをやってみるとよろしいんじゃないかなと思います。これを試してみてください。ただですね、基本的にはですねこの膝を後ろに押し込むっていう技術ができればバク転っていうのはかなりうまくいくんですね。っていうのはその膝の押し込みが、一番そのバク転の中で重要なところなので、腕とかあの腕の振りとか思いますよね。これ補助なんですよ、あくまで。これがうまくいったからめちゃくちゃうまくいったらバク転もうまくいくよねっていうわけではなくて、むしろ、膝の押し込みがうまくいった方がその腕の振りがね全然雑魚くてもいけるわけですよ。なのでこの膝の押し込みを強化した方がいいんじゃないのっていうことで、この、押し込みの技術と感覚、膝の押し込みってなんぞや、どういう感覚やっていう人のためにこれを提供します。で最後にですねこの話をしておきたいなと思います。基本的にですね連バクは2回できれば3回4回5回6回っていう風にやっていくことができます。でバク転の単発バク転の質がそれほど、よろしくなくてもですね、膝抜けバク転でもですね、こういう山なりのバク転でも体力の続く限り、もう一生やっていきます。体力の続く限りっていうのはちょっとでも、膝を後ろにね押し込むことができればバク転はできるからなんですよ。で逆にですね、逆に1回目のバク転がこううまく後ろにねできたとしても、2回目バク転行くときにこの膝 の押し込みがうまくいかなければ、このようにですね2回目のバク転で膝が抜けてしまったら、膝の押し込みができなかったら、まあ、かっこ悪いバク転になってしまうんですね。なのでそれほどまでにこの膝の押し込みっていうのがめちゃくちゃ大事なので、まあ、それを意識するとよろしいんじゃないかなと思います。なのでよかったらこの、練習動画を参考にしてみていただければなと。そんなわけでですね、このチャンネルでは一つの技に対してもこういろんな角度からいろんなこう細かいことをね説明していったりとかしているので、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では以上村田でした。バイバイ。